徳良勝城は山口県出身のプロ野球選手、監督、豊浦中学を経て法政大学を卒業。卒業後は大連ンとも林県商店でプレーイングマネージャーを務めた。1950年に社会人野球対応漁業から川内高らと引き抜かれ、この年創立された毎日に入団。35歳という高齢でのプロ入りながら、 同年3月11日のパリーグ開幕戦で4番を打ち、初打席で木下イムから本塁打を放って、初打席初本塁打とパリーグ第1号本塁打を記録した。この年の7月5日の大英戦では、ナイターでの第1号本塁打を記録する。最終的には21本塁打、96打点で、チームの初優勝に貢献した。翌年4月には阪急に移籍。 毎日監督の湯浅佐田尾による、徳良の将来のためには会チームで指導者的な立場を兼ねさせようとの意向、加えてパリーグを主導する毎日ならではのリーグの戦力均衡の観点からの譲渡だった。以後、四番打者として活躍し、九百五十二年、九百五十四年、九百五十五年と三度の三割以上、特に九百五十五年には四十歳にして、 自己ベストの打率321を残し1955年と1956年に2年連続でベストナインを受賞する1958年限りで引退なお40代での規定打席到達による打率3割達成は史上初である翌1959年に阪急の打撃コーチに就任同年途中から藤本貞義に代わって 監督に就任する。しかし、ンダのためリーグ優勝はすることができず1962年に退団。1967年には東京の監督に就任するが、またしてもヒンダに泣く一方で、あまり、バントを試みない、強気一辺倒の作戦が、長田正一オーナーの不評を買い、6月に一旦、休養し、8月に復帰したが、わずか2週間で解任された。 その後は野球解説者として活躍するが1997年6月6日に亡くなった。主号で有名であった。ありがとうございます。